日本列島がこの位置にあります。予報日時、10月10日朝9時の予報になります。この時にですね、それほど強い勢力に成長発達しているわけではないのですが、 台風15号、ボラベンの候補となりそうな熱帯低気圧の討伐線が中心気圧973ヘクトパスカルの状態で日本列島の関東地方の南東の海上に最接近をする新流層が描かれております。予報日時、10月13日の朝9時の予報になります。この時ですね、 え、バシー海峡の東の海上にありました台風16号3番の候補となりそうな熱帯低気圧を通わ線が北東方向へ、えー、進んできまして、えー、関東地方の南東の海上小笠原諸島のあたりに最接近してくる新流層が描かれています、えー、この時の中心気圧は965ヘクトパスカル台風速報台風速報の時間がやっと。 で参りました2023年、令和5年、9月28日木曜日、朝5時18分06秒現在の、これから発生が予想される、次の台風14号子犬と、台風15号ボラベン並びに、台風16号サンバと、さらには台風17号ジェラワットの候補となりそうな卵、熱帯低気圧と、さらにその前進となる、 活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部の発生予測とその後の進路層に関する最新情報を速報でお伝えします。今ご覧いただいておりますのはウィンディーのアメリカ海洋大気庁 NOAA が提供するアメリカ国立環境予測センター NCEP 全球数値予報システムの大気循環の気象モデルグローバルフォーキャストシステム GFS モードになります。 予報日時9月29日金曜日の明日ですね午後5時の予報になりますこの時すでにフィリピン海のフィリピンルソン島の東の海上に中心気圧1004ヘクトパスカル周辺の最大風速高いところでも毎秒13メートルとまだ台風の規定値には到達しておりませんが台風の卵となりそうな 熱帯低気圧の等圧線が現れ始めております。予報日時、一番先の予報になります。10月7日土曜日の夜8時までご覧をいただくことができますが、この時にご覧いただいておりますように、この3つの等圧線がフィリピン海にそれぞれ現れ始めております。 まず一番先に発生したのはですね、こちら中心気圧971ヘクトパスカル、周辺の最大風速毎秒24メートルとなっております。こちらが一番先に発生をしだした台風15号ボラベンの候補となりそうな熱帯低気圧の討伐線。そして次に発生をいたしましたのは、 フィリピン・ルソン島の東の海上にあります。中心気圧986ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、毎秒16メートルと、 台風の規定値にギリギリ到達しておりませんが、こちらが台風16号、サンバの候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線。そしてもう一つ、マリアナ諸島の南東の海上にあります、中心気圧997ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、こちらも毎秒16メートルと、ギリギリ台風の規定値には到達しておりませんが、台風17号、ジェラワット のの候補とななりそうな熱帯低気圧,の圧線え、拡大してみますと、周辺の最大風速、毎秒23メートルとなっておりますので、こちらは台風の規定値を超えてくることになります。えー、いよいよ台風が量産される予報となっております。ウィンディーの GFS モードの一番先の予報。10月7日土曜日の夜8時から、この続き、非常に気になるところですので、トロピカルティビットの銅、 GFS モードでご覧をいただきたいと思います。予報日時、10月7日の夜9時からご覧をいただきます。フィリピン・ルソン島の東の海上、中心気圧985ヘクトパスカルの台風16号3波の候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線。マリアナ諸島の 南あ、失礼しました。北西の海上に中心気圧九百983ヘクトパスカルの台風15号ボラベンの候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線。さらに少し離れた位置にマリアナ諸島の南西の位置に、失礼しました、えーマリアナ諸。マリアナ諸島の、えー、南東の位置に中心気圧九百990ヘクトパスカルの 台風17号、ジェラワットの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線、それぞれ見えます。日本列島がこの位置にあります。予報日時、10月10日、朝9時の予報になります。この時にですね、それほど強い勢力に成長発達しているわけではないのですが、 台風15号、ボラベンの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が中心気圧973ヘクトパスカルの状態で日本列島の関東地方の南東の海上に最接近をする新流層が描かれております。成長発達して等圧線の幅が大きくなっているが台風16号3馬予想される置、えー、がですね フィリピン・ルソン島と台湾の中間にあるバシー海峡の東の海上になります。フィリピン海。予報日時、10月13日の朝9時の予報になります。この時ですね、バシー海峡の東の海上にありました台風16号、サンバの候補となりそうな熱帯低気圧を問わせんが、 北東方向へ、えー、進んできまして、えー、関東地方の南東の海上、小笠原諸島のあたりに最接近してくる新流層が描かれています、えー。この時の中心気圧は965ヘクトパスカル。一番先の予報、えー、10月13日の夜9時までご覧いただくことができます。 トロピカルテビットの GFS モード、えー。衰退をして、えー、徐々に徐々に関東地方から遠ざかっていく台風16号3波の候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線が位置としては、東北地方の東の海上に離れ去っていく新流層が描かれております。続きまして、世界最高クラスの予報制度を持つと言われるヨーロピアンセンター4ミネムレンジウェザーフォーキャストヨーロッパ 中国天気予報センターの気象モデルをベースします。ECMWF モードでご覧いただきたいと思います。予報日時、10月4日水曜日の午前4時の予報になります。えー、この時にですね、フィリピン海のですね、えー、フィリピン、ルソン島と台湾の中間にあります、バシー海峡の 東の海上にまで、えー、接近をしてきております。えー、台風14号、子犬の候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線。中心気圧、997ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、毎秒19メートルの状態で、沖縄地方の南の海上に接近する位置に駒を進める進路層が描かれております。 一番先の予報、10月7日土曜日の夜8時までご覧いただくことができます、ウィンディーの ECMWF モードなんですけれども、この時にですね、成長発達を遂げております、台風14号、子犬の候補となりそうな熱帯低気圧を通圧線。日本列島 東からですね遠く離れたあ南西の海上の南シナ海に中心気圧970ヘクトパスカル周辺の最大風速高いところですと毎秒22メートルの状態で駒を進める侵入層が描かれております、えー、こちらが中国の海南島になりますそしてもう一つ フィリピンのルソン島の東の海上のフィリピン海、中心気圧1003ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、毎秒17メートルと台風の規定値にですね、えー、ギリギリ到達をしております。えー、こちらが台風16号、失礼しました。 台風15号、ボラベンの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が現れ始めております。えー、続きまして、ドイツ気象局、ドイチャーウェターデンツの気象モデルをベースします。アイコンモードでもご覧いただきましょう。予報日時、10月2日月曜日の夜9時までご覧いただくことができます。この時にですね、フィリピン・ルソン島の東の海上、 中心気圧991ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところですと、毎秒23メートルを指し示しております。こちらがですね、台風14号、子犬の候補となりそうな熱帯低気圧を等圧線が発生して、西寄りへ進む診療層が描かれております。ウィンディーのアイコンモード。 当然、えー、この続き気になるところですので、トロピカルティビットのアイコンモードでこの続き見てまいりましょう。えー、予報日時10月2日の夜9時からご覧いただくことができます、えー。フィリピン・ルソン島の東の海上に中心気圧989だか0だかちょっと数値が見づらいんですが、台風14号、イ犬の候補となりそうな熱帯低気圧相当圧線が見えます。 えー、このあと進路ですね、西寄りへ進んで、えー、フィリピン・ルソン島と台湾の中間にあります、バシー海峡を抜けて、ですね南シナ海へ進む進路予が描かれております。えー、台湾の南,南側ですね えー、一番先の予報、10月5日の朝9時までご覧をいただくことができるんですが、えー、この時にですね、フィリピンミンナナ島の東の海上に中心気圧1000ヘクトパスカル、さ、え、ら、ー、にその東側、マリアナ諸島の南、南東の海上に中心気圧1006ヘクトパスカルの等圧線、さらにその隣、マーシャル諸島よりもさらに東側になりましょうか、位置的には。 中心気圧1008ヘクトパスカルの低圧部の等圧線がそれぞれ見えます。これがアイコンモードの一番先の予報になります。続きまして、米軍 JTWC、ジョイント台風ワーニングセンター、アメリカ海軍及び空軍がハワイにある新珠湾海軍基地に共同で設置したアメリカ国防総省の気象機関によります最新情報をご覧いただきたいと思います。衛星画像のイシュータイム、 復興時間が27日1800ズールですから、本日28日木曜日の午前3時,時点の衛星画像ということになります。この点線の枠内が北西太平洋台風の監視領域の枠内になるんですけれども、日本列島のですね、関東地方から遠く離れた南の海上、おそらくマリアナ諸島の北西のあたりになるかと思われますが、 93ウエストの活発な対流活動を表す熱帯上乱の警報円が現れ始めております。黄色の意味するところ、これはロー、低を表しておりまして、監視対象となっている熱帯上乱の低圧部でありながらですね、24時間以内に重大な熱帯低気圧に発達する可能性は低いという意味のロー黄色の警報円となっております。 えー、GTWC 熱帯警報、北西太平洋、北インド洋、中部太平洋、東太平洋、また、または南半球では活発な熱帯警報はありませんという説明書きが付されております、えー。気象庁の台風情報を更新をいたします、えー。現在台風情報を発表していませんということですから、あ5時37分現在ですね、えー、9月28日の朝の時点では、あ台風の卵となる熱帯低気圧も発生していないということに、 なりますえー、それではまとめに入りましょう、えー。まだ台風は発生していないとはいえですね、えー、ECMWF モード、GFS モード、アイコンモード、それぞれでですね、えー、台風の卵および台風になりそうなあ熱帯低気圧の等圧線があそれぞれ、えー、発生をする最新情報となっております。 えですからあ、いよいよですね、台風発生の兆候が高まってきているということが言えますので、えー、警戒を強めつつ、最新の注意を払いながら、常にこまめに最新情報をチェックし続けていただければと思います。えー、これからも、当台風速報チャンネルはですね、台風に関する正確な最新情報をいち早く、最速で、速報で、あなたのもとへお届けしてまいります。 台風の投稿が不安で心配で夜も眠らない方またそうでない方もぜひチャンネル登録をしていただくことによって台風に関する正確な最新情報を1秒でも早く手に入れていただくことができるようになります正確な最新情報をいち早く入手することこそが事前準備を万般にし心の準備もできるようになるのであなた自身の身そして大切な人の身を台風による災害から守る 道しるべとなることでしょう。防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただければと願っております。まさにこの、正確な最新情報をいち早く、一秒でも早く、あなたのもとへお届けすることこそが、当台風速報チャンネルの信念であり、モットーであり、コンセプトであり、メインテーマであり、社会的な使命であり、存在意義、 そのものであると自負をいたしております私からは以上となります